し、ああ、ひろし本当によかった。ママ、ママ、怖かったよ。よかった。お前を失ってしまったら、俺たちは。俺は4歳の時に誘拐された身代金目当ての少年の犯行だったが、警察の捜査のおかげで金も命も奪われることなく解決した。そして15年後。君大丈夫か？誘拐されて、それで。わかった。すぐに警察に通報するから。道路脇に腕を縛られた男の人が放置されています。すぐに来てください。再び誘拐事件が起きてしまった。15年前と違うのは俺の年齢、そして犯人だ。そう、この誘拐事件の犯人は俺なんだ。ヒロヒロ探偵団。仕事行きたくねー。俺はヒロシ、高校を卒業後就職して工場に勤務しているんだが、たびたび仕事に行きたくない病が発症する。ヒロシ調子に乗ってね。真面目すぎて冗談通じねえしな。誘拐された事件以降、俺は親を悲しませたくない一心で勉強に励んだ。とにかく親の笑顔が見たかったんだ。だけどそれはあだとなり、勉強ばかりの真面目人間ということがいじめのターゲットになる理由になってしまった。ヒロシ、何か辛い思いをしているなら言ってね。必ず力になるから。大丈夫だよ、ちょっと疲れているだけだから。そう？本当に？うん、大丈夫。だからいじめられているということも親に知られたくなかったし、耐えに耐えた。メンタルは限界だったし、いじめを一人で担うことは負担でしかなかった。だからなのか、高校を卒業しいじめから解放された俺は、社会人になってからはなんだか全てにやる気が出なくなってしまったのだ。社会に出たけどもう頑張りたくない。それが俺の素直な心境だ。ヒロシ、体調はどうだ？熱が出ていまして、いつも迷惑かけてすいません。職場の環境は悪くはなかった。仕事に行きたくなくて欠勤することも多く、その罪悪感からまた休んでしまうというループに陥っていた。こうやって休んでると上司たちから嫌われるよな。行かなきゃいけないのに。動きたくない。職場に着いてしまえば問題なく働ける。でも行きたくない。そして今日もいつものように仕事を休む理由を考えていたんだ。電車で貧血、妊婦さんを助けるのも使ったし、インフルエンザも先月使ったばかり。いい加減ネタ切れだ。いろんな理由を考えるが、考えても考えても思いつかない。思いついたとしても非現実的なものばかり。そしてふと俺は思い出したんだ。よし、本当によかった。ママ、怖かったよ。よかった。お前を失ったら俺たちは。あ、そうだ、俺4歳の時に誘拐されて、これだ、これしかない。俺の小さなトラウマになっているあの事件。仕事に行きたくない俺はこのトラウマを利用することにしたのだ。車通りがあまりない農道、この辺かな。まず Google マップで人目につきそうでつかない場所を選ぶ。電車を乗り継いで移動したら、あたりに人がいないことを確認する。よし、いないな。まあこの辺は農作業と犬の散歩をする人くらいしか歩行者はいないだろうしな。俺は来る道中で購入したバンダナを目いっぱい口に詰め込み、革製のベルトを足や口を使って手を器用に縛り上げた。そして寝転ぶ。これで完璧だ。あとは人が来るのを待つだけだ。早く来い、早く。俺はひたすらに誰かが気づいてくれるのを待つ。そして2時間が経過しようとした頃、男性が犬を連れて走ってきた。君大丈夫か？誘拐されて、それで。わかった、すぐに警察に通報するから。道路脇に腕を縛られた男の人が放置されています。すぐに来てください。そして15分後、到着しました。拘束された男性というのはこの人ですか？そうです。ちょっとお話伺っても大丈夫ですか？君大丈夫？一回救急で搬送させてもらうから、今すぐに話さなくていいからね。当然自作自演の誘拐事件だから外傷はないが、救急搬送された俺は後日事情聴取を受けることになった。何が起きたのか最初から聞かせてもらえる？はい、仕事に行こうと思ったら覆面をつけた2人組の男に突然殴られて、そこからは
記憶がありません。わかった、必ず犯人を見つけるからね。はい、幼少期にも誘拐されたことがあって、だからお願いします。警察は俺から証言を取ると誘拐事件として捜査を始めた。災難だったね。辛いだろうから仕事も無理しないで。ありがとうございます、心配かけてすみません。上司が心から心配してくれるのを感じて両親が痛む。しかし俺は後悔していなかったんだ、この時までは。2週間後。どうも、ひろひろ署の佐竹です。あ、どうも。ちょっと例の事件について聞きたいことがあるので署まで来てもらえますか。え、はい。早朝の警察の訪問、あの日見た警察と同じだったが、なんだかこの間とは様子がおかしい。警察官の雰囲気から不穏なものを感じていたが、その予感は的中した。ねえ、君さ、本当に誘拐されたの。え、取り調べ室に入るなり担当直入に聞いてくる。それは、俺はまさかそんな聞かれ方をされると思わず口ごもる俺。あのね、君の自宅近くの監視カメラの映像を見たんだけど、映ってないんだよ。誘拐された様子が。それどころか君普通に歩いてたよね。近くのホームセンターでバンダナとベルトを買ったよね。俺はもう言い逃れできない、そう悟った。これはどう考えたってバレて当然だし、あまりにも頭が悪い作戦だったんだから。仕事を休みたい一心で考えが及んでいなかったんだ。はい、仕事に行きたくなくて嘘をつきました。俺はその後偽計業務妨害罪と虚構申告等罪で逮捕。もちろん会社にも知られて首を切られた。こんなつもりじゃなかったんだけどな。結局俺の仕事に行きたくないという願いは叶ったわけだ。次の仕事が見つかるまでの当分はね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。